はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということでサムネを出しましょう。ランキング新企画、連携副賞人気ランキングということで今回から始めていきます。まあ今までは、例えば1月だったら闘技場の人気ランキング、2月に皇室の人気ランキングかな、副賞の人気ランキングで、3月は何もなくて、また4月に闘技場人気副賞ランキングみたいなものをね、3ヶ月に1回こう回していって、1ヶ月お休みが挟んであったんですけど、今回その休みの部分ですね、まあ3月とか6月9月とかにやる予定の新企画ですね、連携副賞人気ランキング、これは皇室からって調べになってますが、このね連携副賞も今だいぶ増えてきて、そろそろランキング取っていってもいいかなというところでやっていきたいと思います。まあただね、連携持ってる副賞がね、 MR アバターの中でも本当にごく一部というところで、まだまだ数が少ないのかなというところで、まあこれからどんどん増えていきますが、基本3ヶ月経ってもあんまり変わらないんじゃないかなっていうね、まあちょっと期待薄な企画ですけど、始めていきたいと思います。まずですね、皇室人気連携副賞ランキング、留枠の11人、まあ皇室の留枠ですね、金龍がまあ1位の人だけ1人と、銀龍がそこから下10人いただけるので、合わせて11人となっております。そしてそこから統計を取ると、まず10位最下孫市となっております。最下孫市3人ですね、まあ3割ぐらいというところなんですが、最下孫市は HP 最大回復率 3%、出陣時有効になる主体副賞の有益状態、成功状態、特殊状態の単数プラス3ですね。まあちょっと特殊な、何か悪さができそうなって言いつつ、未だ何も悪さがあんまりできない感じの連携スキルとなってますね。で、弓章に有効な部分で HP 上限とか物理防御力とか上がりますよというところです。まあ出陣時に有効になるね、特殊状態も上がりますので、成功状態、特殊状態、有益状態ね。なので、まあ出陣時に何かしら効果がある副賞につけると効果的なのかなという連携スキルですね。まあそれを各3人かな、各3人ってなっているので、これは1個上のあれかな、水木も3人なのかな、なのでまあ9位タイかな、実質なところ10位となってますが、9位タイですが、まあ最下孫市そんな感じです。そして水木見ていきましょう。水木はイベントキャラクターでしたよね。水木はまず撃砕状態への耐性が 150% 増加というところで、ちょっと使い道難しいかなと。撃砕を使ってくるキャラクターに特化しているっていうところですよね。であとは武将に有効な部分が HP 上限と回避値となってますので、まあやや最下孫市と比べてもやや使い勝手が悪いかなというところです。まあそれでも3人の方が使ってますよという部分になってます。そして8位、細分岐となってますね。細分岐はまず状態異常耐性 50% 増加、まあこれだけでもまあまあ活躍できそうな連携スキルではありますね。で、毎ターン行動前自身の異常状態を1つ解除します。これ大きいかなと思いますね。行動時に異常状態解除できるのは1つ大きいかな。で、状態異常耐性も 50% 上がりますし、まあ悪くはない万能連携スキルかなと思います。で、防止に有効な部分ですね、 HP 上限 15% と物理防御力がレベル ×150 上がりますよというところになってます。まあ、今この3人見た中で一番万能なのは細分岐かなと。で、最下孫市がまあまあ使いやすくて、まあただ出陣時に何か持ってないとねダメっていうところはありますけど、あとは水木となってます。水木がもうすごいピンポイントですね。そして6位、毛利元就、本田忠勝。まあこれは使いやすい連携スキル2人来たなというところを、毛利元就はあれか、毛利元就はわりかし初期に出た連携スキルですね。なので取った方も多いのかなっていうところ。本田忠勝はまあかなり使いやすい連携スキルとなってます。まず本田忠勝、主体副賞復活時、さらに 30% の HP を回復というところですね。なのでまず復活時の HP が増えます。なので、まあ、復活を持ってないとダメってことですよね、本田忠勝をつけようと思ったら。で、なおかつ致命傷回避もダメですよというところです。そして主体副賞が
援護正誤状態の場合、援護正誤状態のターン数プラス1、主体副将が援護正誤状態でない場合、3ターンの間援護正誤状態にさせ、受けるダメージを 50% 減少、ダメージ反射を 100% 増加、命中された時 40% の確率で1ターンの間敵を流血罪悪状態にさせるということで、まあ、復活時の援護をつけることができます。まあ、もちろんもう復活時に援護持っている副将に関してはターン数プラス1になりますので、まあ、別に援護持ってたとしても損にはならないかなと。まあ、もちろん持ってない方がより効果的には使えるよという副将です。これ大きいですよね。まあ、復活時の援護勝手についてきますので、ここは強いかなと思います。本田忠和ね、今武将で多分一番強い連携スキルになってるんじゃないかなと思いますね。そしてその後武将に有効な部分ですね、 HP 上限と回避値ありますというところです。なのでまあ 50% ぐらいですよね、 50% ちょいぐらいかな使用率ね。なのでまあ相当強い連携スキルかなと思います。で毛利元成ですね、毛利元成は比較的連携スキルが始まってすぐの副将だったので、まあ取った方も多いんではないかなとは思います。まああんまりいい連携スキルが当時まだなかったと思うので、っていうところで主体副将の流血状態への耐性が 150% 増加、まあ、流血に強いよというところです。まあ、あとは弓将に、共通する部分ですねとなってますので、まあ、流血耐性になってます。まあ、ちょっと使い道がこれもね水木と同じで、かなりピンポイント、撃砕か流血かの差ですからね、ちょっとピンポイントかなと。ただこれは販売時期の差かなと思います。織田の毛利元就はもう比較的早かったので、まだろくな連携スキルがない状態で、毛利元就っていうところで取った人が多かったのかなと。水木に関してはね、まあ、結構イベントキャラではあるんですけど、まあ、ちょっと連携スキルがそれなりに揃ってきた頃での実装だったのかなというところで、そこまで伸びなかったかなと思います。そして5位、織田信長となってますね。織田信長もいい連携スキルですよね。まずは主体副将が出陣時5ターンの間残影正誤状態になり、回避率が 50% 増加、受けるダメージが 40% 減少、回避するたびに受けるダメージが 5% 減少を持ってます。あとは主体副将が HP 上限 15%、 物理防御力がレベル ×150 増加、これはもう全てが弓将にしか有効になりませんというところで、まあ、残影がね弓将以外にはつけられませんよということになってます。まあさっきの本田忠和に関しては、まあ別に誰につけても、まあ復活時であれば効果があるものでしたが、織田信長に関しては弓にしか有効になりませんっていうところで注意が必要です。まあ残影ね、弓だけにしかつけられないとはいえ、残影持ってるのは強いかなと思います。まあ例えば、残影タイプと不可視タイプの2タイプ弓ではあると思うんですけど、これ不可視タイプにつけると残影も使えるよっていうところでね、非常に効果的になるのかなっていう部分はありますよね。残影タイプにはちょっといらないかな。ただ残影タイプもアクティブスキルで使う残影タイプと出陣時についての残影タイプと2タイプいますので、アクティブスキルでの残影タイプにはこの織田信長は有効になるのかな。これは出陣時の残影になりますので、どっちも使えるようになるのはいいことかなと思います。出陣時にもついてて、アクティブスキルでさらに重ね掛け、まあ上書きみたいな感じでできると。出陣時でも最初から持ってる子は被ってしまうので、ちょっといらないかなっていうところですね。なのでまあ一応強連携スキルではあります。なので5位織田信長というところです。でここから第2位、ここはもうタイになりますかね。楊貴妃、定夫、王月英となっています。あ、これ王月英の王が違うね、これ黄色だね。なので、まず王月英に関しては、まあ、やっぱり配布だったと思いますので、まあここはみんな持ってるかなというところですね。ただ8人の人しかつけてないというところもあります。まあこれは攻撃力アップなんで、まあ見ていかなくてもいいかな。で定夫、定夫に関しては主体副将が出陣時5ターンの間眼界正誤状態になり、防御力が 150% 増加、 HP 最大回復率が 5% 増加、自身の残り HP が 50% より低い場合、命中された時受けるダメージが自身 HP 上限の 20% を超えない、あとは主体副将の HP 上限が 15% 増加と回避率がレベル ×150 増加。これは武将に有効な部分が全てこの効果に入ってますので、眼界が武将にしかつけられない、まあ、さっきの織田信長タイプということです。まあ
それでも眼界はね、眼界聖護はかなり強力な聖護バフですので、まあ、それを出陣時につけられるっていうのは、まあ、テーフの強みではあるかな。まあ、テーフ自体が今ちょっと苦しくなってきていますので、まあ、テーフ取ってね、この連携スキル、まあ、テーフ自体が苦しくなってきたので連携スキルにしようかなみたいな人も多いのかな。で、各8人なので、まあ、8人か。なですので、かなり大きいかな。75% ぐらいの人は使っているというところです。ただ、武将にしか使えませんよというところですね。なので、まあ、本田忠勝とテーフで、まあ、武将に連携させてっていうのは一つありですよね。そして、楊貴妃。楊貴妃も8人ということで、まあ、かなりの人が使ってますね。楊貴妃の連携スキル。まず、出陣時3ターンの間、花言葉聖護状態になりますと。花言葉聖護自体は、まずはこれは残りターン数を一旦消費して異常状態を無視することができます。異常状態無視ですね。まあこれはやっぱネロとか利子対策に使ってる人が多いのかな。まあ特に闘技場ね、やっぱり闘技場はね、そういう初ターンに嫌がらせというか、まあデバフかけてくる副将が、まああとはあれかな、信用性とかね、めまいとか、まああの辺で行動不能にしてきてバランス崩れちゃうっていうのがよくあるので、まあここはもう花言葉聖護でまず大丈夫なようにするっていう感じですかね。まあ、細分期の上位互換ぐらいに当たるんではないかなとは思います。あとは帽子に共通する部分ですね。まあ、花言葉聖護ね、かなり強力ですので、まあ、やっぱり闘技場とかで使ってる方は多いのかな。まあ、皇室もそうですね。なので、まあ、8人の方が使っているという強スキルになってます。そして最後、稲葉うさぎというところですね。稲葉うさぎね、こちらもイベント配布キャラだったかな、お正月のね。まあ、こちらは決意の聖護状態です。11人中11人なんで 100% ですよ、これ使用率。まず受けるダメージが減少する部分あります。そして味方の長老援護状態が解除不可になりますということで、まあ、解除不可持ってるんですよね。なので、まあ、長老とか援護持ってる副将につけると、まあ、かなり使いやすいかなという部分になってます。やっぱ援護の弱点って消されるっていうところですので、まあ、最近は副将自体が消されない能力持ってたりしますけど、まあ、もちろん昔のキャラクターは持ってない子たくさんいますので、まあ、そこの援護を守るために使ってあげるっていうのはありかなっていう部分です。しかもダメージカット 30% ついてきますので大きいかなと思います。しかも出陣時10ターンですので効果広いかな。しかも稲葉うさぎ自体がイベントキャラクターで MR アバターだけ取ればいいという状況でしたので、まあ、そこまで原本もかからなかったのかなというところで、上位勢はみんな取った連携スキルというところですね。ということで、まあ、圧倒的に稲葉うさぎが強いかなというところになりました。まあ、個人的にはやっぱテーフ、織田信長、あと太公望ね。太公望忘れちゃならないんですけど、太公望も強いかなと思ったんですけど、太公望が意外と伸びてこない感じでした。まあ、ついでに紹介しておくと、太公望はね、出陣時に影光聖護をつけられるんですけど、これが強いですよね。普通に強いと思います、効果的にはね。やっぱりこの影光聖護は帽子とかで影光を持ってない副将につけてあげるとやっぱ効果的なのかなと思いましたけど、伸びてこなかったですね。ランキング外となっております。ということで次ですね、枠を30人に増やすとどうなるか。まあ、これ前回の皇室人気ランキングの時にまとめて取ったので、まあ、ちょっと50人は調べきれなかったんですけど、30人というところで、今回はまず10位埼玉五一、まあ、これも前回と同様ですね。そして9位水木ということですね。で7位毛利元就細分岐、そして6位織田信長、5位楊貴妃。楊貴妃がちょっとここで伸び悩んだかなというところですね。まあ、ただそれでも半分 50% は楊貴妃使ってますよというところです。で本田忠勝、まあ、やっぱり本田忠勝ちょっと強いよねというところで、ランキングはね11人の時と比べてだいぶ伸びたかなというところですね。そして3位テーフです。まあ、眼界ですね。で2位大月栄、こっちの大月栄の王も間違えてるな、これが25人となってて、まあほぼ8割9割ぐらい、まあ、85% ぐらいかな、使ってるのかなというところです。そして最後、まあ、やっぱりここに名前が出てこないということは、あの子稲葉うさぎ、28人の方が使っていますということで、ほぼ 100% かな、9割以上となっております。やっぱり稲葉うさぎがちょっと人気あるなっていうのは個人的に意外だったかなと。やっぱ本田忠勝とかテーフとか織田信長、太公望あたりが強いのかなって正直思っていましたが、まさか稲葉うさぎね、が来るとはっていうところですね。まあ大月栄に関しては配布なので、まあみんな持ってて当たり前なんですが、5人の方はつけてないという状況もありまして、
まあ、この辺が強いかなと思ってましたけど、まあ、稲葉ウサギがね、やっぱ強かったなというところですね。まあ、これは連携スキルが、まあ、徐々に増えてくれば、またランキング変動するのかなという部分がありますけど、まだそこまでね、多くはないというところで、まあ、当分この流れは続いていくのかなと、思いますね。まあ、ただ、対抗簿ね、ほんと対抗簿ランキング入ってほしかったなっていう個人的な、思いはありましたが、どちらもランキング外でした。対抗簿強いと思うんですけどね、ちょっと残念ですね。ということで、まあ、今回ですね、稲葉うさぎが2連覇ですね、11人の方も30人の方も、どちらも稲葉うさぎが1位を獲得しました。まあ、稲葉うさぎね、まあ、普通に効果は悪くないので、なかなかいい連携スキルかなというのはありますけど、まさか1位とはね、思いませんでした。はい、ということで、今回はですね、まあ、ちょっと効果もね、見ながらだったんで長くなりましたが、高質人気の連携副賞ランキングさせていただきました。まあ、今後ですね、3ヶ月に1回やっていこうと思いますので、見ていただければぜひ、嬉しいですね。はい、ということで、チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでー。